急、どうもパンサー尾形です。はい、急なんですけど、はい、今日で最終回、パチンコの P、はい、フィーバーアイドルマスターミリオンライブを打ってもらうんですが、まあ、打つのはいいですけど、まあ、最終回、まあ、最終回なんで、はい、今日はすごい方たちがねゲストで来てるんですよ。マジっすか、ゲスト、うわわわわわわ、いっぱい、いや、いつものメンバーでしょうか。おばさん、いいとこ見せれたら、はい、番組継続も考えるよって、マジっすか、マサルさんが言ってるんですよ、マサルさんが。あ、緑、おっ、来た、おー、帰りたくないよ。おー、はい、え、2回も当てといてストックなし。もさん、それやりすぎでしょう。はい、いやー、もう何やってんだ、2人がかりで2人がかりで、2人がかりで4回当たってますからね。情けない、何してんすか。あ、だいたいストック入れてくれないからこんなになるんだよ。そうだったら当たんない方がいいですもんね。当たった方がいいよ。そうそう、俺ら当たったらだってストックは絶対入れてますもんね。絶対入れてます。そういうタイプ。俺ら当たったらストック3つは入れますよ。そういうタイプ。じゃあただ当たったら変わってよ、ストック入れるから。いいんですよ別に。僕が次当たったら、じゃあ尾形さん変わります。あ、いいですよ、ストック入れたいなら。なんでちょっと上から。まあまあ全然当たってないのに。当たってない。やっぱ店が悪いんじゃないかな。なんかね、うん、だって店長一回も玉の上げるししてないよね。いや、私あの仕事がなくて困ってるんですよ。ずっと玉箱持って待ってるんですよ。もう、いや今座ってたよ。1時間かれこれ玉箱持って待ってる。お、どう、ブルッと来た、ブルッと来た、ブルッと来た、ほんと、レバブル、何これ、もうすぐ嘘つくから。そんな 嘘はやめてください。そんな嘘ついてないでしょ。お、100杯きた。これはあるわ、これありますよ、レバブルしてますからね。お、なんか熱そうだ、もうみんな熱いな、なんか小笠さんだけなんか、あ、赤堀さんだけ、俺だけしてます。赤堀、わー、2人とも赤堀り、赤堀り対決だこれ。で、50パー以上あるって言ったの。50パー2台あったらどっちか当たるでしょ。当たった、あー、強っ、あー、ダメだ。え、強いな。ありがとうございます。初当たり2回聞いてるよ。ちょっとじゃあ、尾形さん、のこれ、大当たり紹介したら、あ、ストックタイムやってくださいよ。いいんですか、そんな言うなら。本当に敵のチームに協力して大丈夫ですか、尾形さん。いや、なんか俺だから食べられる的な。あ、でも言ってましたもんね。一応ね、はい、入れてあげることはできるから。いいんすか、はい、いいんすか。いいっすよ、いいっすよ。じゃあ、お願いします。もう入れますよ。もう今もうやんないとダメでしょ。はい、もう右打ちしてください。はい。これでも出た球は、出た球は貴重なチームの球ですよね。はいはい、ですけど、まあ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 ね、そっちにも出してくださいね。はい、いいですよ、当てればいいですよ。でもここで350分の1を引くってことでしょ。そうです、この5に通ってるのが結構通るじゃないですか、5。はいはい、でこれ通るたびに抽選してます。だからこの保留とかはあんま関係ないってことか。そっちは319分の1の方を抽選してます、ね、こっちがへそと一緒、はい、上のスタートっていうところはへそと一緒なので。あ、なるほど、ダブル抽選してるんですよね、右打ち位置は。ちょっとノーサーキューさん、ノーサーキューさんね、緑掘り1回だけです。起きてます、緑掘り1回だけです。ちょっと待ってよ、これうんともすんともやれるの。ちょっと待って、もうあと54回しかないですよ。あと 50? またノーサンキュー、ノーサンキュー尾形になっちゃいました。頼む、止まって、
うわーちょっと待ってよ、本当に大三喜尾形だこれおーおーなんかいいよいいよ、トン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 、はい即チャンス、はい、はい、はい、1個まずじゃあ1個入れますね、皆さんいきます、よいしょ、ダメです、はい、ダメなんです、まずは結構難しいなこれ、そうなんですよ、私はプライベートで打ってノーストックでしたからねやっぱりノーストックですね、これ結構、これでもこれ3回目のストックチャンスなんで、これでもストックしなかったらもうやばいですね、3強さんに謝りに行かなきゃいけない、本当そうだな、坂本さん当てて俺にやらせてよ、あ7点7点坂本さん、あ7点だ、7点7点7点え7点誰、何パー何パー、7点入るよそれは、7点はあの女の子誰選んでるかによって違うんですけど、ああ 90% はあると思う、 90%? はい、いくよ、え 90% 以上、あ、涙が、あ、お、なでなでだ、なでなであるんじゃないですか、7点はあるでしょ、なでなでして、なでなでして、なでなでした、赤赤赤赤赤赤、熱いじゃないですか、これ熱いだろ、熱いと思います、これはいっぱいできた、いっぱいできた、おおストック、おおサンキューサンキュー、おおさん右側のカメラにサンキュー、すごい、さすが当たり、さすがサンキュー、当たり、おめでとうございます、サンキューさんのまさかサンキュー加藤に、はい当たりました、あらららら、サンキュー加藤とサンキュー尾形が、いや、大橋さんストックしましたね、やっぱり、そうそうそう、やっぱりストックしましたよ、はい、やっぱ違うな、約束したから、芸能人は違うな、まあまあ、ね、簡単、簡単ですよね、簡単です、簡単です、これは、早く当てるや当たってないもん、ガチャスマネージャーだけじゃない、おー、まあ1個溜まってるから、はい、これでプラス50な、あ、おー、プラス50、ほら、すごい、でかいよこの50は、全然でかいですね、へそ入場時は 25% で150回の時短で、残りの 75% が、100回中の時短ですね、もう緑しかないのかな俺の台は高橋さんは今日愚痴ってばっかりですね今日はね、なんか調子悪いですね、調子悪いですね今日ね、あれじゃないかな、坂本さんがいるんで人のせいにしないで私は当たってますよ、あれ加藤さん何、ノンサンキューの人、あと34回あ、V ストック取った、もうノンサンキュープリを遺憾なく発揮してますね、もういつの間にかあと30回しかない、やばいやばいやばい、ゼロになってる、小松さんも終わりそうですね、お、あ、はい、カズさん、勝った、これで、これで放出ですね、チャンス、チャンス、安定したらチャンス、あー、おー、おー、無職、すげー、ほら、光った、あ、光った、光った、あ、光った、すげー、さあ、小川さん、ここから 72% で連チャンしていくんですけど、嬉しいなー、おー、あ、見て見て見て、2個目、マジで、すごい、強っ、で、ずっと10パスね、これ、はい、で、プーに入ってっていう感じですね、お、あ、お、また来た、え、嘘、ま、来た、いや、わかんない、わかんない、おー、え、3個目、3個、3個、これなかなかないよ、ここで見せ場、まさかの3つとかすごいよ、もう、終わったら4つ行こうよ、おばさん、危ない、危ないですよ、これ3ラウンドだと継続するかどうかわかんないですからね、70、ちょっと何やってるんですか、どういうことですか、3ラウンドなんですよこれ、はい、ええ、ま、な、何やってるんですか、どういうこと、これ終わっちゃいそうな、え、なんで、この後ボタンで、え、いや、これちょっと続けてください、ちょっと待って、72パーループなんで、それを取ってないと終わってしまいますよ、嘘でしょ、連れてってあげ、連れてきます、ダメですダメ？ダメ、やっちゃったやつ、やっちゃったやつですね、72パー、お、1回で1回で、はい、
終了で、ここから10回転だけまた引き戻すチャンスが尾形あすみませんめっちゃへこんでるすみません、いやーちょっと厳しいですね。加藤マネージャーはもう残り3回転、すごいなで、V ストックが3つ、こっからいきますよ、本数、はい、3ラウンド1回で終わってしまうパターンもありますからね。さっき誰か ね、まあ、ね私ですあすいません、はい、これでもなんか嫌なこと言うな。尾形さんの保留で今車掌が登場して、さっきモッサン当たったやつですね。あ、今度俺にやらせてくださいよ当たったら、ね、当たったら当たったら当たったらピーンと来た。はい、この横から結構熱いんですよ、多分40。これ今変わらなかったら尾形さんが当たってたんじゃない。そう、俺の保留ですよそれ、うん、ええ全回転、全回転じゃん、すげー、全回転だ、全回転。いやこれ尾形さんが食べた保留なんじゃない。尾形さんやった方がいいですよ。尾形さんやって、いやいや、いいっすよ、いいっすよ、やってください。いやいやいや悪いから尾形さんやっちゃうがいいですよ、これいいんですか。いいっすよ、だからもうここで連チャンできなかったらもう尾形さん番組終了ですから。そうですよ、ね、これで V ストックできなかったらもう負け、もう負けみたいなもんですよ、尾形さん。もうこれ尾形さん VS 加藤マネージャーの対決みたいになってますからね。そうね、対決っすね。しゃー、72%ずつだから。お、なんかリーチになった。お、当たった。あ、あれこれは100回転のお、いやいや6回転で、そうなんですよ、だから早いとねちょっともったいないところありますけどね。でもまあまあまあ、まあまあまあ当たりに越したことはないんでね。すごいこの台当たってますよね、はい、ね、当たり多いな。加藤マネージャーはこれ10ラウンドの大当たりで継続確定ですね。おめでとうございます。あ、どうも、あ、どうも店長、ありがとう。おい店長、これどうなってんだこの店はすごいクレームがまたまた当たった、また当たった。いいんだよそこは11回転ですよ、すごい。これは当たるの、もうこれ319分の1はねすごい引けるんですけどね。あ、お、加藤マネージャーまた10ラウンドの当たりを、すごいな、すごいな、めちゃめちゃサクサク当たりますね。いやもうこれ3900発は超えてますよ。はい、ただ目標はね1万5600発ですから。お、あ、ないないない、プロデューサー諸君に次ぐ、おー、追加公演決定。うーん、すごいな。いや結構続いてます、今6連じゃん、6連目。下玉も早い、だって最初3つ溜めたんですもんね。ああそうです、そうです、それがすげえわ。ここがすごいですよね、引きが。店長こっちも出してくれよヤジがすごい、いるいる、そういうおじさん。まあでも尾形さんもその位置この間に2回引いてるわけですからね。そうですね、よく出るわこの店は。おお、赤い、赤、熱いよこれ、赤は熱い、あるよ、あー、来た来た、素晴らしい、わかった。ほら、もう食べるよこれ。もう一個欲しいですね、尾形さん。もう一個。じゃあこれは初当たりから尾形さんが当てた台だから、これ3900発出たら。そうですよね、これ初当たりだと。そういうことです。うん。まあ尾形さんが。そうでしょ。はい、引いたやつですから。じゃあここで3連着ぐらいすれば。そうそう。行きましょう。これ俺が引いたやつになるんで。そうですね。うん、はい。簡単ですよ、簡単。いや違いますよ。俺のだって俺の保留だもん。俺が入れた保留ですもんね。いや座ってたとこ違いますよ。いやいや俺が入れた保留だからこれは俺3000キロ出すわ。大型保留から当たります。大型保留だから、やらせ感出ますよ。やらせじゃないですよダメですよ、そういうルールでやってますから。やらせじゃないです、今やらせが一番ダメだからねやってませんよ。 OKOKOK、 よし、やる気できた。おー、
あ、すごい、また10ラウンドです。すごいな加藤さん、 V 最後の、はい、使ってますんで、はい、え、もう最後 V、 最後の V、 あ、最後か、まあ、早いですね、やっぱ。いやね、展開が早いからね。ちなみに今何発ぐらいですか？今6000発ぐらい。6000発すごい。早いな。あ、今ちょっと黒いところちょっと光りましたよ、ガッタ。え？え？あ、じゃあ当たりじゃない。黒いところ、そこちょっと光ってますよ。え？ V ストックじゃん。だったら当たりですけど。嘘。これ隠れストックじゃないですか？だってゼロですよ、もう。はい。おー、サンキュー。ニコで。ニコ。これは3900発だぜ。大チャンスですよ。ありがとう。あ、プラス50。プラス50。すごい。これは持ってるわ。やっぱり俺にね、やっぱ番組を終わらせてほしくないんだよ。でも、もう時間ですよね。ちょっと待ってくださいよ。もう時間です。ちょっと待ってくださいよ。時間なんですけど。はい、え、あ、じゃあ終わりましょうか。いやいやいや、もうちょっとだけやりましょう、これは。延長戦で。僕、何気になんか今カウントダウン出てるんで。そうですね、U タイムまでのちょっと変わってくださいよ当たってないのはね、あ、高橋マネージャーだけなんでね。いや、ちょっとやる気いいところね、うん、いいところ見てよ。いいよ。あ、さすがブロック長、優しいな。やっぱね、優しいですね。優しいな。譲ってくれる。こっから U タイムですね。はい、もうゼロ U タイム、はい、こっから逃げ切り。8000ありがとう言ってるじゃん。 U タイムは150回転の時短がつきますから。150あったらね。うわ、はい、これ熱い。あれな、僕らは何発出したらいいんでしたっけ。16000。15900発。ああ、もうストックこっから始まるんだ。はい、さあ小川さん、3個目のストックなるか。3個目頼むよ。お、赤。赤い。あ、これあるわ、あるわ。ある。ある。3個目あります。ある。ある。三個目。ああ、すごいな。すごい、素晴らしい。やっぱ持ってんな。いや、もうね、三個あったら絶対おかしいでしょ、やっぱ持ってんな。すごい気が。おお。あ、すごい。どうも。また10ラウンド。すごいな。目玉的には10ラウンド比率高いよ、これ。ですね。いや、すごくないですか、スピード。すごいスピード。速い速い。1個目。1個目です。1個目ね。72% レバーすごいな。72% 結構破壊力ありますね。結構破壊力ありますね。これが閉じれば10ラウンドです。追加公演いけるか。はい、10ラウンド。1500発ですからね、これで。だいぶ番組存続。繋がってるじゃないですか。すげえ。おしよしよし。加藤マネージャーは今何発ぐらいですか。今12100。すごい。すごい。一人で12000発。早いな。加藤さんは2000発オーバー。おー、どうなんですか、これは。10ラウンド。10ラウンド。おーしよしよし。これで3500発。もう終わった。ほぼ行きましたよ、これ。行ったでしょ、俺。ほぼ3900発超えてきますね。はい、ありがとうございます。はい、ということでね。もう。ただね、加藤マネージャーも頑張ってますからね。15000。また10ラウンドだから、これ。はい。行った、行った。いやー、これどうも。面白いわ、これ。いや、こうなると面白い台なんですよ。そうっすね。ここまで行くのが大変なんですよね。確かにね。さあ、閉じれば10ラウンド。閉じず。あ、これはもしかしたら今行くこっちに行くかもしれない。はい、もう行きますね、こっちも行っちゃう。ということで、小川さん3900発超えました。サンキュー、おめでとうございます。あれ、ひっそりと終わりますね、これ。ちょっと高橋くん。いや、終わりましょうか、高橋くん。終わりましょう。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。帰りましょう。はい、帰りました。何もせず。ね、あの大勝利ですね。150もね、スルーで。そうですね。それに引き換え、僕らは。サンキューになりました。サンキュー加藤になりましたよ。ノーサンキューから。今日はなんと、サンキュー取り組み成功です。マジ？おばさん初めての。初めて。サンキュー取り組み成功。
はい、行ったんだから。番組存続と。やったー、ということでまたね。まあ、しょうがないです。しょうがない。ちょっとざわざわしますよ。なんかヤジがいるの、ヤジが。本当嬉しいよ。いやでもいい展開でしたね。最初どうなるかと思ったけど、最初もやっぱ持ってますよ。おつやでね、みんな下向いて打ってますよね。本当だよ。なんか変なやからが。そうですね。本当に涙流しながらね、みんな打ってましたからね。何もしてないよ、今日は。今日ね、本当に。今日何しに来たか分かんない。そうですよ。本当にいい展開だったなと思いますけどね。こっからまたね、はい、ちょっと盛り上がるんじゃないですか、この番組。そうですね、サンキューチャレンジ。はい、はい、今後もね、続けていきますので、はい、皆さん、はい、チャンネル登録と、チャンネル登録と、あとグッドボタン、はい、ぜひいっぱい押してください。はい、お願いします。お願いします。楽しかった。はい、といったところで、はい、また次回のサンキューチャレンジでお会いしましょう。サンキュー。